例人通り、サフォーノボは、ロシアスモレンスク州の中部にある都市。人口は48,209人。サフォーノボは、ドニエプル川の支流ボペツ川が流れる。州都スモレンスクからは北東へ1 0 2トル。サフォーノボの南2 0トルにあるドロゴブージが、最寄りの町。スモレンスクとブヤ島を結ぶ道路や鉄道沿いにある。サフォーノボは、 1859年の記録に、モスクワスモレンスク間の道沿いの村として文献に、初出している。19世紀後半には、鉄道が通り、サフォノボに駅が開業した。1918年には、この地方の軍の中心地になり、1929年には、サフォノボ地区の中心になった。1930年代、葛丹の鉱脈が見つかったことで、 サフォーノボは大きく発展し、1938年には村から都市型集落になり、1952年に首都、なった。第二次世界大戦ではドイツ軍に占領され、被害を受けている。サフォーノボ地区にはロシアの貴族の領地が多数存在していた。ガリツン公ウルソフ公オゼロフ家、バリジニコフ家などの屋敷があったほか、後に、 赤軍の元帥となるミハイル・トゥハチェフスキーもこの地方の没落貴族の出身であった。サフォ・ヌボには大型の工場がいくつか立地している。サフォ・ヌボ電気工場は大型の電動機や発電機などを製造している。PO アバンガード社はガラス繊維強化プラスチックや炭素繊維強化プラスチックなどの繊維強化プラスチック製の部品類を製造している。その他、 科学工場、アスファルト工場、レンガ工場などもある。一方で、サフォノボの発展のきっかけとなった、カッタンタンは、1980年代から90年代にかけて利益が上がらないことから閉鎖されている。サフォノボは交通の便も良く、モスクワからスモレンスクを経て、ミンスク、ワルシャワへ向かう高速道路 M1 がある。また、同区間を通る鉄道の駅もある。 ありがとうございます。